おはようございます。ニュースイッチ編集部の吉本です。こんです。この番組は、日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチが、テクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています。本日、第百七十回目の放送です。毎週木曜日は、三十秒でわかる。知っておきたいキーワード解説のコーナーを配信します。その後、記事の深掘りコーナーでは、特別編として、二千二十二年最後の放送ということで。 二十二年にニュースイッチで反響のあった記事を、三つのテーマに分けて紹介します。それでは、早速いきたいと思います。最初は、三十秒でわかる、知っておきたいキーワードのコーナーです。本日のキーワードは、光半導体です。光半導体とは、光と電気を変換する半導体の総称です。電流を光に変える、発光素子と。 光を電流に変える受光素子に代別され前者は発光ダイオードやレーザーダイオード後者はフォトダイオードやトランジスタなどの電子部品に用います材質により光電変換の波長が変化しヒカガリウムなどの加工物半導体が主な材料として使われますニュースイッチでは光半導体の解説とともにその動向がわかるニュースを紹介しています このチャプターにつけた URL にぜひアクセスしてみてください。ここからは記事の深振りコーナーです。2022年最後の放送ということで、22年にニュースイッチで反響のあった記事を3つのテーマに分けて紹介します。一つ目のテーマはアメリカと中国の対立激化や新型コロナウイルスのパンデミックといった地政学的リスクの高まりなどを背景に、 足元で製造業による動きが相次いで顕在化している国内海域のニュースです。ニュースイッチでは、今年の下期以降、関連ニュースが増えています。直近では、今月22日に配信しました。中国生産から兵庫に移管、パナソニック系が産業用モーター国内海域の背景事情がよく読まれています。こちらは、パナソニックグループで電子部品事業などを手掛けるパナソニックインダストリーが、 2023年春に産業用モーターの量産立ち上げを中国首海工場から兵庫県辰野市の工場に移管するニュースですパナソニックインダストリーは約20年前に産業用モーターの生産を日本から中国へ全量移管しましたが国内回帰するということで新製品の市場投入までのリードタイム短縮や BCP 強化につなげたいということです同様の国内回帰関連のニュースでは 11月26日に配信した大金富士通ゼネラルエアコンメーカーの国内回帰が広がる要因もよく読まれましたエアコンメーカーが製品の国内生産の再開を検討したり部品の国内調達拡大を検討したりするなど国内回帰の動きがじわりと広がってきたことを伝えていますその背景として中国をめぐる地政学リスクですとか新型コロナウイルス感染拡大にある サプライチェーンのの混乱にに加ええて、てて円安振興も後押しの要因になっいいると記事では伝えています。また10月28日に配信した工場を国内回帰するキヤノン、三手洗会長が挙げた課題もよく読まれておりましてこちらはキヤノンが国内回帰を進める理由として御手洗会長の政治的・地政学的な緊張は高まる見通しというコメントを紹介しています続いて2つ目のテーマです。 2つ目は足元で深刻さを増している値上げの話題です、えー。お聞きの方も毎日の生活でお感じになっていらっしゃるかと思いますけれども産業界でも原材料費の高騰ですとか部品不足などによって製品の価格上昇が顕著になっています。そうした動きを紹介する記事の一つが9月10日に配信した新型 iPhone 国内2割値上げ消費者は高いスマホをどこまで受け入れるのかです。 9月に発売された iPhone14 の日本価格が消費税込みで11万9800円からと、これまでの 13, ですね13の発売時と比べて2割程度上げたことを踏まえ、消費者は高いスマホをどこまで受け入れるのかといったことについて、記事では考察しています値上げといえば、自動車市場ででも相次いでいます直近の記事では、12月26日に公開した EV 値上げ相次ぐ。 日産三菱自動車も共同開発、KEV で決断がよく読まれています。記事では、日産と三菱自動車が共同で手掛ける軽自動車の電気自動車、さくらと EK クロス EV の価格を約3から7%値上げすると発表したことを伝えています。その上で記事では EV は電池のコストが車両価格の3分の1を占めるとされ、リチウムなどの材料価格の影響を受ける。 車の原材料価格の高騰は長期化しており、他社にも値上げの動きが広がる可能性があると結んでおり、今後の動向が懸念されています。最後に紹介するテーマは、ニュースイッチでは積極的に配信しているカテゴリー、次世代技術に関するニュースです。今年は特に核融合とペロブスカイト太陽電池という次世代エネルギーに関する話題が多くの読者に読まれています。核融合では、 直近で今月17日に公開した次世代エネルギー核融合研究が大きく前進両県機構が実験炉を来夏運転がよく読まれています核融合はイーターという日本も参加する国際プロジェクトがフランスで進んでいるのですがそのプロジェクトを補完する実験施設が日本にありますそれが量子科学技術研究開発機構の核融合実験炉 JT60SA です 記事ではその運転を2023年夏にも始める方針を固めたことを伝えています。当初は20年の運転開始を予定していたのですが、新型コロナウイルス感染拡大や超電動コイルに不具合が生じたため延期していました。不具合解消にメドをつけたことから、来夏の運転開始に照準を合わせて準備を進めるということです。核融合をめぐっては、7月7日に公開した、兄弟発初核融合スタートアップが、 2024年に模擬発電を始める意義など、日本のスタートアップが部品開発などに参加しており、ニュースイッチではそれらを積極的に紹介しています。核融合は先ほど紹介したイーターという国際プロジェクトが、2025年に実験路の運転開始を目指しており、今後さらに注目度が高まりそうですももう一つの次世代エネルギー技技術術ペロブスカイト太陽電池は2025年にも実用化が予定されている技術です。 ペロブスカイト太陽電池は軽く柔軟で、既存の太陽電池は設置できない耐荷重の小さい工場屋根ですとか壁などに設置できるため、政府も脱炭素のキー技術として研究開発を後押ししています。えー、東院横浜大学の宮坂勤特任教授が発明した日本初の技術ということで期待も大きいです。 民間企業も参入は多くなってまして、えー、積水化学ですとか東芝、パナソニックなどが名乗りを上げています。7月14日に公開した記事、次世代太陽電池の本命、日本初ペロブスカイト、激化する開発競争の現在地は、そうした民間企業の開発競争の状況を伝えており、よく読まれました。また 8月2日に公開した次世代太陽電池ペロブスカイトの研究開発競争に火がついた日は、えー、2009年の発明後開発競争に火がつく背景を紹介した記事でこちらも多く読まれていますエンディングです、えー、本日は2022年によく読まれたニュースを振り返ってきました、えー、直近ではやはり生活に直結する値上げの話題が印象的でしょうかそうですね またあの、今年の編集部内でのニュースもありまして、11月にはニュースイッチのリニューアルも行っています。こちら、キーワード解説の拡充だったり、あの他にもいろいろな機能を追加していますが、より経済、ものづくり、テクノロジーのニュースを親しみやすく工夫して配信しています。こうした機能をフルに活用しつつ、来年もものづくりやテクノロジーのニュースをどんどん配信していきますので、ぜひ皆さんご期待いただければと思います。と いうことで、えー、本年最後の放送はここまでです、えー、新年は1月5日に配信しますニュースイッチラジオはボイシー、YouTube、Spotify、Amazon Music、Google、Apple のポッドキャストにて配信しておりますぜひチャンネル登録やフォローをお願いしますまたニュースイッチのツイッターでは本日取り上げた記事を紹介していますのでフォローやいいねなどお待ちしております感想や聞いてみたい内容があればニュースイッチまでお送りください では来年もよろしくお願いします。